여러분안녕하세요メッチマンです。このチャンネルは2月13日にカムバックしたトリプル S というアイドルグループにその日何が起きたかということをおさらいする動画コンテンツとなっております。また各種進行中のイベントもお知らせいたします。それでは本日の速報です。早速行ってみましょう。レッツゴー。本日はこのような内容になっております。まずコスモエクスクルーシブでビビのコンサートビハインドの動画が公開されました。コスモのアプリから確認してみてください。グランドグラビティデイ3の結果が発表されました。エボリューションにナギョンちゃん、ラブリューションにカエデちゃんが決定しました。アメリカのインターネットマガジンバニティティーンの記事にトリプル S が掲載されました。長文のインタビューやグラビア写真も掲載されているので、興味のある方はぜひ確認してみてください。夜9時半、シグナルが公開されました。前半は昨日、カエデちゃんが日本に旅立つシーンが収録されていました。後半は S14 ソヒョンちゃんの生活行動表を書く内容が収録されていました。本日発表されたイベントですけれども、フリンクでプリンセスバージョンのラッキードローイベントが開催されることが決定しました。こちらは4月26日が期限となっております。また、K-Town4U でクリスタルアイズのエステティック予約特典の内容が発表されました。こちらの応募締め切りは5月3日となっております。その他進行中のイベントはこのようになっております。ここで更新休止のお知らせですけれども、市場により明日から5月の中旬まで不定期更新とさせていただきます。大変申し訳ありません。これで本日の速報ですは以上になります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。アンニョーン。